こんばんばは今日もご苦労様でししした話話題の出来事についてお話ししますサッカー欧州チャンピオンズリーグは5日、グループリーグ第4節の試合が各地で行われ、グループ F の FC バルセロナは2対0でアヤックスを下し、決勝トーナメント進出を決め、バルセロナのリオネル・メッシは、チームの両得点を記録して、てチャンピオンズリーグの通算得点記録で首位タイに並びました。 メッシは前半36分にヘディングシュートで先制点を挙げると、アヤックスが退場者を出しきって10人となった後の後半31分には、ペドロ・ロドリゲス・レデスマのクロスを押し込んで、モトレアル・マドリードの伝説的存在であるラウル、ゴンザレスに並ぶ大会通算71ゴール目を記録しました。この日行われた試合で、アポエル、ニコシアに1対0で勝利したパリ、サンジェルマンも16強入りを決めており、 バルセロナは勝ち点1差でグループ C 位のパリ、サンジェルマンを追いかけています。公式戦2連敗から抜け出したバルセロナのルイス・エンリケ監督は、再び勝利を得たことに安堵の表情を見せ、もっとやれるという局面もあったが、満足はしている、全力でぶつかってくる相手に対してのチームの姿勢は素晴らしいものだった、と語っています。以上、AFP の記事から、今日の話題についてお伝えしました。 これからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われればチャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。